彼はあのこう引きこもりみたいなタイプですからのハッカーですよね。それが突然正義感に目覚めちゃったっていうことが真相だと思うんです。だからめんどくさいんです。はあ、そしたら佐藤さんさっきおっしゃっていた、はい、いわゆる義勇軍というような中から選抜されて中に入ってきたて、そういうことです。そういうことです。だから人物の調査が甘いんですよね、アメリカの。それですからこういう人は中にいるじゃん。ただ、はい、何万人もいるうちには必ずこうやって事故が起きますから、それに対してはちょっとアメリカの対応エキセントリックでしたね。はあ、あと今日の報道の中でね、はい、そのスノーデンさんが香港にまず行ったじゃないですか、はい、でそこからロシアに渡る前にロシアの総領事にいたっていう話があるんですけど、ロシアの総領事、香港内のロシア総領事館に、いたという情報が入ってきて、あ、それは私初めて聞きましたけども、しかしそのビザ取れるか、あるいは飛行機の切符、はい、買うことができるのかどうかというようなことに関して総領事館に相談に行くということで十分考えられるでしょうね。あ、なるほど。直接 その亡命の相談というわけではなく、亡命相談だったら絶対受けないです、ロシアは。あ、それから総領事館レベルだったら権限がないです。あ、そうなんですか。はい、総領事というのは基本的には自国民の保護をする仕事ですから、あ、外交にはタッチしてないですからね。あ、これそのスノーデンさんを最終的にロシアが期限付きとはいえ受け入れざるを得なかったっていうのは何か国内の圧力みたいなものがあったんですか。国内の圧力も大きいです。プーチンは外に出したかった、しかしアメリカが要するにどっか飛行機を出すんだったらそれはもう強制着陸させてやるぞと、そういうふうにやってるんで、結局あのまんまの状態にしていると、はい、ロシアの保守派は保守派でスノーデンをなんで助けないんだと、うん、アメリカに一人で戦ってすごいじゃないかと、はい、共産党なんかそう言ってると。逆に今度人権派民主派の方は人権感覚として明らかにこの人は難民じゃないかと、うん、難民は引き受けないのかと、アメリカに遠慮してと、はい、こういう感じになって左右両方からプーチンはどん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 挟まれていって不本意ながら受け入れたってことですよね。だからスノーデンのことをボロクソ言ってますよね、プーチンは。あ、そうなんですか。小豚とかゴミとか言ってますよね。小豚ゴミ大した取るに足らないやつだと。アメリカ人はこの、はい、小豚の毛を刈り取ろうとしてると、ブヒブヒ言うだけで取れる気は少ねえと、あるいは家からゴミが出てきただけで何を慌てくためてるんだと。プーチンはこういう口汚い言葉を使って罵る時っていうのはやっぱりこれは本心ですからね。はあ、これ期限付きってことになってますよね。スノーデンさんこの後どうなってるんですか。これは受け入れる国があるかどうかっていうことですよね。それからスノーデンに対する目がありますから、ロシアで名前を変えちゃって別の人になりすますっていう、ロシア簡単なんですよ、その辺は政権技術も進んでますからね。そうなんですか。別の人になりすますなんて簡単にできますけども、はそれもできないでしょう。それもできないとなると1年後にまた米ロ間の深刻な問題になるでしょうね。はあ、時限爆弾抱えてるようなもんですか。時限爆弾です。